タレを全体的に絡めてなじませるだけ。皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、夏に美味しい野菜、あのネバネバさが特徴的な体に良さそうなオクラ、これをね、カニカマと合わせて作る絶品の和え物です。そして今回紹介するタレがめちゃくちゃ美味しいのよ。爽やかな風味と少し酸味を効かせてコクがあってまろやかなんで、夏の暑い日にね、さっぱりと食べれる美味しい味付け。しかも今回のこのオクラとカニカマの和え物、火も全く使わず電子レンジだけでね、簡単に作れちゃうんで、あと一品欲しいなっていう時や、ちょっとおつまみが欲しいっていう時なんかにマジおすすめなんで、一回だけ作ってみてください。抜群に美味しいです。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。オクラ1パック、今回8本入りのものを使います。カニカマも1パック。はい、そしてこちら味付けの調味料、マヨネーズ大さじ2杯、お味噌大さじ1杯、お砂糖も大さじ1杯です。はい、そして今回の味の決め手、こちら梅干しですね。今回小ぶりなので2つ使います。種を取り除いた状態で約 10g ぐらいあれば OK なんで、大きいのだったら1個でも OK。 材料は以上でーす。はい、まずはオクラの下ごしらえからしていきます。こちらオクラなんですが、お塩を振りかけてね、まな板の上でコロコロ転がして板ずりするんですけど、もうこれめちゃくちゃ便利な方法。オクラをネットに入れたまま、お塩一つまみぐらいをね、パラパラーっとこうネットの上から裏表に振りかける。そしてこの状態で優しく転がす、手で揉み込むようにして、まあ30秒ぐらいね、コロ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 優しく転がしてください。もうこれで板ずりしたのと一緒、産毛も簡単に綺麗に取り除けるんで、このネットに入れたままやる方法むちゃくちゃおすすめ。はい、いい感じにコロコロ転がしたら、流水で洗い流すように、さらにね、優しく転がしながら洗っちゃってください。はい、もうたったこれだけ。これで板ずり完了よ。しかもネットに入れてるんで、ポンポンと振るだけでお水も簡単に切れて、むちゃくちゃ楽ちん。この方法マジ便利なんでね、やってみて。はい、こちらオクラの板ずりをして、綺麗に洗って産毛がね取れたら、オクラの硬いところを取り除いていきます。まずこの先っちょの方はね、軽く少し落として、この切り口の変色しているとこなどがあったら、ここも切り落とす。そしてこのガクの周りですね、ここが硬いので、包丁でくるくるっとね、一周剥いてください。鉛筆の形になるように。はい、こんな感じで剥き取っちゃいます。これね、すべてのオクラでやってください。硬いところを取って、額の周りを綺麗に剥き取る。はい、こんな感じ。こういう鉛筆みたいな形にしてください。これで OK です。はい、こちらオクラ綺麗に洗って、硬いところを取り除いたら、今回は電子レンジを使って火を通していきます。やっぱり夏は暑いんでね、お湯も沸かしたくないですし、何よりレンチンして火を通すことで栄養価の損失もね、抑えられるんで、マジおすすめ。はい、ということで適当に並べて、ラップでしっかり包み込んでください。はい、こんな感じね。そしたらこの状態で、そうですね、600ワットで約2分レンチンして、柔らかく火を通しちゃってください。まあ8本から10本ぐらいだと2分で OK。 はい、お次は美味しいタレを合わせていきましょう。こちらね、梅干し、はい、種を取り除く、よいしょ。そしたらこちらね、梅干し包丁などで細かく叩いてペースト状にしてください。これを先ほど用意しておいたね、マヨネーズやお味噌などと一緒に混ぜ合わせるだけ。めちゃくちゃ簡単。これがマジでうまいの。はい、オッケー。ある程度ね、細かく叩いてペースト状になったら、さっきのボウルの方に入れちゃおう。よいしょ。はい、あとはこちらね、しっかり混ぜ合わせて、なじましといてください。このね、
梅マヨがマジでうまいのよ。はい、こんな感じ。まあある程度混ぜ合わしといたら OK よ。この後具材入れてしっかり絡めちゃうんで。はい、こんなもんかな。いやマジでこのね梅マヨ爽やかでコクがあってまろやかで最高なんで、マジ試してみて。夏の暑い日なんかおすすめ。はい、こちら今2分レンチンして柔らかくなったオクラ、お水を用意していただいてラップごとつけてください。冷水につけてオクラをね冷やしちゃいます。はい、お次はカニカマですね。もうこれはね適当に3等分ぐらいに切っちゃってください。はい、こんな感じで OK。そして、まあ、この後混ぜ合わせるときにちょっとばらけた方がいいので、包丁なんかで上からね、軽く押しつぶす。これでもうほぐれちゃうので、結構いい方法だと思いません？はい、こんな感じ。これでバラバラになっちゃった。そしたらこのカニカマを先ほど用意しといたタレの中に全部入れておく。これね、オクラを下処理しながらやっていくと、スムーズに作業進むと思います。はい、こんな感じね。はい、こちら中まで冷ましたオクラ、これラップがピチャッとね密着するんで水も入らずいい感じに火を通せるんでね、おすすめです。そうしたらオクラを切り分けていきます。まあだいたい冷水に 2,3 分つけといたら中まで冷めますんで、いい感じに冷めたら取り出してください。はい、あとはオクラを今回ね斜め切りにしちゃいます。こんな感じ。まあ2ミリ幅ぐらいで OK。 これはまあ適当で OK なんで、シャシャシャーっと切り分けてください。もうダイナミックに食べ応え出したい方は半分ぐらいに切っても全然 OK です。あいよー、やっぱオクラはね栄養も豊富ですし、このネバネバ感がいいっすよね。しかも今回の美味しいタレで合わしといたらね、なんぼでも食べれるから本当おすすめ。はい、オッケー。じゃあこいつもボウルの中に入れちゃう。よいしょ。はい、あとはこちらしっかりと混ぜ合わせてタレを全体的に絡めてなじませるだけ。超簡単ちゃいます？しかもね、このカニカマと食感の良いオクラがめちゃくちゃ相性良くて、マジご飯進むやつ。はい、オッケー。じゃあ盛り付けて食べちゃおう。はいよー。もうオクラチンして和えるだけ。超楽チン。ほんとね、オクラ1パックとカニカマ1パックで結構な量できるんでね、ちょこっとした副菜として十分 2,3 人で楽しめちゃいます。はい、あとはお好みなんですけど、この梅干しとマヨネーズを使ったタレに相性抜群なのが鰹節なんで、あればトッピングしてください。この風味と旨味も加わってマジでやばい。それではキューム、ポーいただきます。めちゃくちゃうますぎる。いやほんとね、この梅の爽やかな風味と酸味がマヨネーズとむちゃくちゃ合うのよ。しかもオクラとねカニカマなんでマヨネーズに合わないわけないじゃないですか。もうマジで美味しい。いや、やっぱ鰹節はトッピングした方がいいですね。風味と旨味が加わってワンランクアップした味わいになりますわ。いやほんとね、オクラレンチンしただけなんですが、しっかり中までね火が通ってシャキシャキとネバネバいい感じに出してます。うまっ。いやこのカニカマの味もねマジでたまらん。この梅マヨ試してほしいわ。ほんと夏におすすめの味わい。いやこの爽やかさにねコクとまろやかさを加えてくれてる。マジうまい。もうこれね、マジでご飯も進むし、酒も飲めるやつ。はい、ということで、今日も言っとく？乾杯！ああ、かん、ビールうますぎるわ。毎日飲んでたらやばいかな。まあ大丈夫でしょ。このオクラとカニカマの梅マヨ和え、マジでおすすめ。いやこのちょこっとした鰹節がマジで効いてるわ。まあお好みですけどね、鰹節以外に仕上げにブラックペッパー振りかけたり、
一味や七味をかけるとね、ちょっと刺激も加わっておつまみにする場合はおすすめです。一気におつまみ感増してなんぼでも飲めちゃうよ。うまっ。いやほんとね、オクラ1パックとカニカマ1パックなら結構コスパよく買えるんで、しかもね 2,3 人で楽しむなら十分な量ありますし、あと一品っていう時なんかにマジおすすめ。あーうまい。もうご飯のおかずにもなるし、お酒も飲めるしね、間違いない。しかも火も使わずにね、レンチンするだけ。あとは家の冷蔵庫にありそうなマヨネーズと味噌と砂糖を混ぜるだけなんで超簡単。梅干しもね、常備してる方多いと思いますんで、ぜひ一回作ってみてください。この爽やかな酸味と風味にコクマロの美味しさを加えた梅マヨ、マジやばい。うますぎ。